はい、皆さんこんにちは。榊原でございます。まもなくね、10時になろうとしてますね。7月18日、日曜日でございまして、まだお昼にもなっていないしかし今日もまったりとした感じですね。今ね、30度。パソコンにね、なぜかね、温度が出るようになったんですよ。温度計ついてるんですかね。30度です。今日は頭暑くなりそうですね。35度ぐらいいきそうな。朝の10時で30度ですからね。はい、行きましょう。昨日からニュースになっておりまして、お隣さんに駐在している日本の講師がですね、不適切な発言をしたということでですね、外交問題に、まあもうお隣さんたちはしようと思って頑張ってるわけですね。で、日本の大使、中お隣さん大使がですね、遺憾の意を表明して、まあまあ実質的に謝罪ですね、をしております。で、まあどうなるんでしょうね。この後、普通にこれで終わるのが普通なんですけども、またやいのやいのと騒ぎになりそうな気もいたします。で、何の発言してるのかなと思ったら、なんてことないですよね。ムン・ジェインさんが日本との関係においてですね、いわゆるこう日本の関係をいわゆるその自分でやるあの行為と同じやというふうにですね、こうおっしゃったわけで、それがですね、ふさわしくないということで、まあ確かにそのワードの選択はですね、ふさわしくないですね。もう一人相撲で言うたらええのにと思うんですけど、私はいつも一人相撲の一人負けやと言うてるんですけど、それをちょっとですね、自分でなさるあの行為のワードをお使いになったわけでして、それでやや問題になっております。まあ、と同時にですね、例の晴海の選手村に掲げられたですね、イ・スンシンですね、の新にはまだ12隻の船がありまするという、真にはまだ5000万人の民が応援してくれてるみたいな、もじった言葉が掲げられたんですけども、 IOC の方からですね、あれはちょっと政治的な発言であると撤去しろという申し入れがあったようでして、それも撤去されたというふうに報道されています。まあこれ同時に起こったことはね、ある意味幸いなんですよ。なぜかというと、まああれですね、両方にこうウィークポイントをつけたということですね。まあだからもし日本公使の発言だけが単独で起こっていたら、もう今頃イヤーって騒いでるかも分かりませんね。で、ちょうど土日にかかっているということもあろうかと思います。ですので、まあ明日、今日はまたね、大したことなさそうなんですけど、明日ちょっと見てみないとですね、それがどうなるかっていうのはよくわかります。しかし、まあしょうもないこと言わはったもんですね。お隣さんには日本の外交官がね、何人もいらっしゃって、上は大使でしょうけども、講師もいらっしゃるわけでして、で、呼ばれたからって、ほいほい出ていくなよと思うんですよね。で、あの人たち、お隣さんの人たちって何を言うても、もう、なんていうか、通じない人たちだと思った方がいいわけであって、その良かれと思って、なんか発言してもですね、その言葉尻を捉えられたりするんでですね、なるべくそういうオフィシャルな方はですね、出ていかん方がいいと思うんですよね。言いたいことは我々が言いますからみたいな。旭日旗を持ってね、晴海の選手村に行かれた人たちもいるようでございましてですね、まあ、あんまりその「よっしゃよっしゃええで!」とかっては言いませんけども、まあ、そういう主張があるんだということをですね、お隣さんに伝えたということは多少の意味があるのかも分かりません。まあその、やりすぎると良くないと思いますけども、まあそういう人たちもいるのよと。旭日旗自体はですね、まあまあ 100% いちゃもんですからね、福島の処理水と同じで、ほぼじゃないね、100% いちゃもんなんですよ。だからそういうことに対しては、毅然としていかなきゃあきません。ただ、その講師の発言はね、もう余計なこと言わんでええやんみたいな、そのレベルでございまして、このね、
今日が18日でしょ、今週ですね、これからあと金曜日に、今週の金曜日に、東京五輪の開幕ということがあります。で、日本にいらっしゃったですね、あのお隣さんの役員の一人が PCR で陽性になったということも今日ニュースになっております。どうなるのか、まあ、あのあれですね、今隔離されているということになってますけども、これからそういうのはジャカ出てくると思いますよ。なぜ向こうでワクチンも打って PCR 検査もして日本に入国したら、入管の検査、入管かどうか知りませんけど、入ったところの検査でですね陽性となったわけですから、あの PCR 検査なんていうのは、あのなんていうのか、あの絶対ではありませんからね。それであれ基準があるみたいでね、どこからを要請するか、あのそれがグラデーションになってるみたいですからね。だから基準を高えればですね、あの向こうで陰性こっちで要請ってありえるわけです。でワクチン打ったからといってワクチンの効果って最大で 95% であって、まあ、いろんな数字がありますけども、まあ、絶対ではないんですよね。絶対ではないわけであって、そのワクチンの種類にもよりますし、ですんで、これからですね、まあ、そういう問題がどんどん起こっていくわけであって、ほんでまあ今週のハイライトは あれですね、今日は動けないと思うんですけど、明日19、20あたりでですね、あのムン・ジェインさんが来るか来ないかということに関しては、もうそこはリミットですね。ただですね、 あれがありますね、日米韓のですね外務次官協議というのがですね20日ですかね、どっちかにあるはずです。これは話し合われるのは、あの北朝鮮に関することであるというふうに伝えられています。ただあの日韓の次官級協議もあります。でそこではですね、北朝鮮に限らずですね、ムンさんどうすんねんって、来るのか来へんのかみたいな、というかもう準備の加減で20日に決まってなければ無理でしょうといろんな意味でね、いろんな意味で20日に決まってなければもう23条開幕式出席というのは無理かと思いますので、まだ来るという説もありますからね。 でも起こってるという説があってですね、輸出管理の強化を全廃せえという、なんでオリンピックやからって全廃せなあかんねんという話ですね、日本からすると。だからそこで折り合いがついていないということでした。まあムーンさん相当にこう焦ってるようですんで、まあ、あらゆる材料を使ってですね、日本側に譲歩を迫りたいということでしょうけども、いやどっちかというと菅さんはそれどころちゃいますからね。もう自らのね、総理としての余命がもうあと2ヶ月というふうにもう周りは思ってますからね。もう自民党の議員たちは次誰なと思ってますから、ただご本人はね、まだ俺はやるんやという気持ちになっていらっしゃいますけど、ご本人の支持率、内閣の支持率がね 30% を切ってですね、自民党の支持率もですね下がってきましてですね、青木指数というのがございます。合わせて 50% やったらなんとか大丈夫っていうんですけど、どうもそれも危ういということになってますんで、もうなんていうかこう自民党の衆議院議員の方々ですね、いわゆる代議士さんたちはですね、そわとしてるわけでして、で、まあ、それを菅さんは間近で見ているわけですから、そんなムーンさんが来るとか経営とかね、英語誌のどうでもええわみたいな、それよりかなんとかね、まず五輪の開幕をですね平穏にやり遂げて、でその後ですね、自分ご自身の総裁選あるいは総選挙に向かってですね、がっちりとですね脇を固めてですね、なんとか自分が再選できるようにということをですねひたすら考えていらっしゃるわけでして、ムーンさんが来る経験なんて、まあまあそんな彼にとってはどうでしょうね、主要議題の5番目に入ってるでしょうかね。で別に経験なら経験で全然 OK やんという、かえってややこしいことないやんというのが多分菅さんの心情であって、来たってね、来たらそれがね、その自分の支持率につながるかっていったらほぼつながらないんですよ。でそのことをお隣さんたちで、ね、分かっていないところがあってですね、行ったるねっていう、こう、そういう、こう、ポーズで来てるわけでして、そうである限りですね、話はまとまらんやろうな、という気はいたしますね。は
はい、ということでですね、この件について、貼るサイトはございませんのでですね、いろいろ出てます。日本の講師がですね、不適切発言をしたということ出てますんでですね、探していただければと思います。まあ、しょうもない話です、はっきり言って。はい、ということでございます。皆さんどうもありがとうございました。